どうも、エルザです。それでは、ペーパーマリオ、折り紙キングやっていきたいと思います。まあ、前回はね、なんとかボム兵を助けてという感じで、とりあえず戻ってきましたね。さあ、やっとこれで二人で進めれるんで、僕乗って、はいはい、ぼーっとしないでボム兵さんも乗って。あ、はい。いやー、散々振り回されたからね。ボリビアもさすがに、怒ってるかな？わーい、やった。これで中に入れますわ。あら、ボム兵さんは行かないの？あ、俺？神殿とかいざ入るとなると震えが止まらないです。多分、むしゃぶりですけど。スイッチ踏んで疲れちゃったし、ちょっとここで待ってます。行ってらっしゃーい。てめえ。散々助けたのに。まあでも、このゲームのキャラクターってあんな感じだもんね。大体ね。さあ、水神神殿。とっても凛々しいお顔。これが水神様かしら。かっこいいですわ。あー。東西南北の考え方でいくと確かに、そうだね。前回亀で今回ドラゴンっぽいよね。お？近くにはなんかいるみたいだね。まあ当然行けないんで、まあ左右もどっちからか行きますか。あそこいるね。あの青いのね。さあ左しか行けないんで左から行きたいと思います。お金取って、ああ、下は、キノピオ用だね。逃げた。よし。大事な紙っぺらを使って助けていただきありがとうございます。ちなみに、スカスカだからこぼれた紙っぺらは減ることがないんで安心してください。ほう。ん？あ、だいぶ長かったからなんかあるのかなと思ったら、何もなかったね。さあ、おお。めっちゃ懐かしい。あれ？これは、あれだよね。ファミコンかなんかそのあたりだよね。うわー。カニ出るんだ。敵を並べろ。ハサミ痛そうだよね。確かにね。だけどさ。これ、絶対、アイアンブーツだよね。ハンマーだね。やるならね。やばいな。アイアンブーツ、仕入れとかないとやばいな。お、出てきた。噂をすれば。あ、キラアイアンブーツなんだ。キラとアイアンという豪華な組み合わせ。結構強くなった。いや、めちゃくちゃ強いと思うよ。うわー、できるだけ使いたくねえなー。おー。骨ある。ちょっとね、そこで配るのには、ちょっと。さあ、クリア。じゃあ、あれだね、紙吹雪いて、通れるようにしましょうかね。あと1回かな。おお一瞬穴が見えたからなんかなーと思ったけど、当たりだったね。先にこれを動かして、で、こうかな。そうだね。アイアンブーツで踏まないとね。さあ、次こそは成功。おお、16です。ダメか。14! いや、意外と。なかなかいいダメージ叩いてきたね。危ない危ない危ない。ハンマーで。
やー、青は強いね。よし。ま、呼び鈴がならないから特に気にしなくてもって感じはするけどね。さて、調べる。パネル、あー、はい。あれ？これ一つ足りないよね。持ってるやつあそこいたね。多分何かどうにかする何かだと思うんですけど、うん、何かしか言ってないね。とにかく何なのかさっぱり分かりませんわね。あいつやな。お？おお、そういう感じか。まさかの壊せるっていう。青いカニ追いかけるぞー。どこだカニ。あれ違う。あ、いた。ほう。一番離れたところに行くか。じゃ、あれ？ああ、出てきたけどめっちゃ早かったな。次、来たね。よし。いやー、これは過去作のまんまだね。あ、しかもパウブロック。だよね、どう考えても。あー、できたできた。これで OK か。さあ、ハンマーいけるかな。よし。あ、いけないか。あ、ひっくり返って動けない。あー、パウブロックは。パウ、ポウ。危ないよ。いやー、やっぱ強いね。いやー、よかったよかった。さあ、もうすぐコインが2万だね。イェイ、ゲット。溝のあるパネル。カニさんが盗んでいた神殿のパネル、元の場所に戻そう。さあ、ゲットしたんで、同じような四角い形見たような気がしますね。大丈夫。一歩手前だから。いやー、青いカニがね、意外と、強いのよね。さあ、さっきのパネルを差し込みましょう。ほらほら、空いてるところにさっきのパネルがはまりそう。こう、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 こう。はい。えらく動いてたね。おお、水が流れていってる。お水がドバドバでさ、こんなにたくさんのお水どこまで行っちゃうの。そうだね。イエーイ、ゲット。ああ、結構綺麗に描かれてるね。ちょ、水に入っても何も意味はないんだね。そうだった、カニがいた。危ねえ。
まあ戦わないに越したことはないからね。これで反対側いけるかな。おお、水亀が、おお、全部いっぱいになったね。あ、ちょっと開いた。おお、動いてるねー。まあ水神様のお口がちょっと半開きですわ。どうしたんでしょう、ポカーンとしちゃったのかしら。さあぐるーっと回ってここが開くと、さあこっちの下はちょっと行きたいね。ほい、トントントンといるね。こっちは、あー、おーおー、びっくりするわー。さあレストランの冷蔵庫ゲット。クリボー事件やね。いや、あのクリボーはね、扱いが雑だったからね。ああ、一応倒せるんだ。ああ、ジャンプの方が正解だったかもしれんな。さあ、40秒で。いや、一回足りてないね。こうの？そんなに難しく考えなくてよかったね。さあ、マリオのブーツ。まずバサバサいきますか。はい、じゃあ次。のこのこちゃん。さあ倒した。じゃあバサバサも同じ要領で倒せば OK だね。ほい、 いやジャンプはやりやすいな。ハンマーが難しい僕にとっては。さあコインゲット。お、こっちに落ちてきたか。マリオさん気づいてもらえてよかったです。こんなジメジメした社会の窓際で生きていくなんて寂しすぎますよ。まあお前キノコだから大丈夫そうな気がしたんだけど。さあライフ80。またマリオさんの HP が増えたような気がします。さらにちょっと強くなったのかも。人に出会えた喜びがハートになっちゃいました。そんなに嬉しかったか。あえて聞くと嬉しいけどね、可愛いよね。あーやっぱジャンプ、うん、なんでジャンプしなかったんだ。いやー1回のバトルの敵の数がほんと増えてきたね。パッと見がごちゃごちゃしすぎてさ、全然わかんなくなるんだよね。さあでも特に何かあるというわけではなかったね。ただ気になったのが、あ、いけないか。よし、戻って右側をクリアしましょうか。まあこのゲームお金以外経験値っていうものがないからね。お、ほう、おお、おお、あーなるほど。あーなるほどね、そういう風な感じになるのか。まあ開けさせてもらって、さあポウパウポウ。まあブロックゲットだね。お、オッケー。あ、巻き添えだったね。
さあ、ナイス先生。できれば、ノコノコをね。って考えたけど、まあ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 。やっぱライフ上がってダメージ上がってるね。うん、エクセレントが引けんな。よしよし、ウィーもらいもらい、ほいほい。あーはあ、だよね、そこはちょっと壊せないね。はい。ゲッチュ。で、貼って、ここも、貼り付けて、あ、いけないよねー。こっち行って、こう行って、トントンの、ほっ。あ、アイテムとしてあるんだ。地面を揺らして敵全体にダメージを与える。あー、そりゃあええ。特にない。あー、ないね。そしたら、さっき壊してないその二つを確認して、穴はなし。よし。さあ、F マックスだけど取っちゃおう。おお、ああ、水神様がお口からお水をたくさん出してます。さすが水を司るという水神様。とにかくお水が大好きなんですわね。まあでも、そうだね、ここ何かしないといけない感じだね。コインコイン。お？叩く感じではなかったか。反対側はどうだろう。ああ、まだダメ。じゃ、ちょっとカニさんについていって、はははは。さあ、上がると、上に来た。ほう。お、何も考えず叩いてしまったけど、痛くて大号泣みたいになってる。すげえ。これかわいいな。あ、これはよくできてるわ。すげえ。お？ことは絶対この先、いそうだよね。いやー、すごいな。よう考えてるな。はい。特になし。あ、いたー。今の痛そうだな。不意打ち。ハサミ痛いだろうね、あれは。さて。痛かったな、今のは。いやー、先制ダメージ入れれたら一番良かったんだけど。さあ、キノピオさん、ゲッチュー。窓の形に折られましたが、サイズが合ってなかったようで、設計ミスでしょうか。お、全部ゲット。いやー、キノピオのサイズ感だと思う。おー、また。ということは、一つ足りないからまた穴を探さないとね。あ、あったあった。おい、よし。お、おお。ここでこれが出てくる。コインも出てきた。で、撒き散らす。ほう。
で、ぐるって回って、お、到着。あら？ということは、ということは、降りないとね。おー、危ない。これだけか。てか、戻れるのすごいよな、あのぷくぷく。あったー。いやー。それは嫌だ。あ。とりあえず。こうしてほい、エクセレントの練習がしたいね。19位か。うまくいけば倒せる。いや、まだ使わない。いやー、使いたくないんだけど。あー、ってことは次のターン強制的に発動を考えるとっていうところだね。さあ、盛り上がってきたーって。これ飛ばせないんだね。いやー、もったいないなー。まあでも、使うタイミングこれ大事っていうのがよくわかるね。ラストウェーブがめちゃくちゃ楽になってたんだろうな。で、こうだね。いやー、だけどさ、あ、エクセレントでもダメ。なるほど、武器自体がダメだったか。はい。で、こっちだね。20だね。20いかないときついね。痛い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 。怒りのハサミ。お、あ、全員攻撃じゃないんだね。さて、さあ、綺麗に並んでしまえば。多分パウブロックか。あれ使えばそうでもないんだろうね。トンってね。いやー、900。あー、いい金額だったね。さあ、パネル決中。さあ、紙もゲットしながら。まあ、いっぱいあるからね、もう紙ね。あ、これはもしや。あ、へえ、なんだこれ。カフェだ、カフェ。おー。あ、いらっしゃい。ヘイマスター、いっぱいちょうだい。ご注文はザ・コーヒー。やめる。飲んでみよう。ザ・コーヒー。そ
それにしてもマリオさん、よくここが分かりましたね。ここは僕たちクッパ軍団の憩いの場、会員制のカフェなんです。でもマリオさんならいつでも大歓迎ですよ。なあマリオ、クッパ軍団で一番強いのはクリボーだと思わない？だってさ、一番最初に戦うのは大概俺たちだろ。クッパ様に一番信用されてる証拠だよな。いつも全力でやってるよ。いやいや、僕たちだっていろいろ大活躍だよ。クッパ様を助けにピーチでクラウンを飛ばしたのも僕の知り合いの兵法だし、折り紙の悪い奴がピーチ城で化けてたのも兵法だったって噂だよ。やれやれ、彼らはいつもこの調子なんですよ。マリオさんもクッパ軍団も同じペラペラ同士、一緒に頑張りましょうね。まあそれぞれプライドはあるんだね。ダントツで兵法やけどな、強さで言うとね。さあ、ティータイム終わったんで行っちゃいましょう。お？あ、それでここに抜けるわけか。いや、美味しいコーヒー飲めたね。アメリカンかな？あの量は、なみなみに継いであったけどね。ほい、じゃあパズルといきますか。あ、これもパネルがはまりそう。じゃあ、ドンとね。あ、まだです。まだです。はい、ダメー。何も起きない。ダメみたいです。まあそうだよね。そもそも。そうした。上って。絶対ここだと思うんだけど。いや違う。じゃあでもこっちに届ければいいから。こう、こうなる。ああ、そうなるね。あれは活かせすぎた。こうかな？あ、違う。下が違かった。違うよ。違う。それは違う。真ん中の下が間違ってるね。こうだね。で、置いて、ぐるーって回って、つながると。引っ掛けがあったっていう感じだね。おお、そうだね。溝がつながったから OK と思ったんだけど、あ、やっぱ全部か。へえ。これでいけたかな？さあ、つながったね。一気に難易度上げてきたね。お、土管。ここに来て土管か。あー、コインコイン。あー、キノコキノコ。あー、コインコイン。いやー、もう2万5000行こうとしてるね。あー、音が気持ちいい。
ちなみに流されはしないとね。お？さあ、これで水が溜まって道ができると。わーい、水神様のお口が開きましたわ。まるで吠えてるみたいです。ガオー。あ、水神様のお口の中ってまるで階段みたいになってるんですわね。あれならご飯がよく噛めます。噛めるか。それは噛めるのか。あ。こっちでいいかな。ほい。さあ、セーブ中。さあ、水神様を拝みに行きますか。うん。なんか嫌な予感しかしない。ん？これは。やばそうだね。やばいね。うわー、すっげーな。おー、ドラゴン。あー、水神様。俺が見されて、かっこいい、凛々しいお顔、つるんつるんで、つんつるってんですわって。いやー、めちゃくちゃかっこいいね。これはやっぱりやるしかないかも。さあ、ということで、ボス戦ですね。怒ってる、水神様。ひゃー、周りに大きいお水の渦巻き。さすが水神様、お水ととても仲良し。水いらずですわ。渦巻き召喚。あそこはダメ。矢印をつなげろ。とりあえず、横行って、降りて、こうでしょ？の、ここで。あ、とりあえず攻撃かな。いや、ちょっと変えてみよう。嘘ー。お水でパネルが流されてた。水神様、水臭いですわ。いやー、ちょっとそれは聞いてない。飛んでいる水神はジャンプ攻撃で地面に落としてすかさずハンマーで攻撃だ。ってことは、マリオアクション。さあ、神の力でも発動しますか。どうかな。土対水、ポケモンで言えば負ける。ああ、上がった。そういう盛り上げ方？おお。でも、ってことね。はい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 。飛行噛みつき。見えません。もう一回？ああ、一回だけ？ああ。ってことは、そのギミックがあるのか。あ、ブレス。やばそうだね。あら、水神様、少し丸くなったような。お水ってカロリーゼロなのに太るなんて変ですわ。渦巻き召喚。あー、嫌な予感がしますな。土神様が絶対いるな。で、んじゃ、試しに。さあ、洗い流し。飛んでる水神さんはジャンプ攻撃で地面と、ああ、一緒だね。さあ、ジャンプ攻撃。そうだね。キラブーツで、キラハンマー。
落ちた。16、いいダメージ。羽ビンタ、あ、これやばそう。さあ渦巻き召喚、次3箇所か。こうでで降りるから、この方がシンプルでいいかな。さあ4方向消えて飛んでいった。あーでも神の手が今発動できたから神の手使う感じかな。さあもう一度土神様、だいぶ丸くなっちゃったね。これダメージ入るんじゃない？あー入ったねー、いいダメージ。さあ敵のアクションだいぶ丸いね。攻撃が届かない。あーいいねー。ただこれそろそろやばそう。うわーよく見たら水神さんお腹がパンパンですわ。やばいね。はマリオさん何かこれすごくとても危険な予感。さあどうしよっかな。神の手は、こっちぐるーって行って、で、ここに、ヒント置いて、で、あ、オンボタンが手前だもんね。そうしたら、ああ攻撃できなさそうだな。あそうだった、洗い流し、しくったな今の。一周するだけだね。さあどんな攻撃？36。はあ、波がすごすぎ。次は何とかして避難しないとやばいかもです。でもどうやって逃げればいい？水神様させない、あれだけお水出したらぐったりお疲れみたいです。じゃあ土神様はやっぱタイミングが悪かったってことだね。こうの降りるから、で、とりあえずヒント取るか。強力なウェーブ攻撃出した直後、水神さん神の手で攻撃。さあ今の繰り返したことだね。今のうちか、このターンで。あ、やっぱダメか。ワンタンだね。6箇所。で、オン取ってぐるって回ってここで、ヒント切って、だね、やっぱ攻撃マスだったね最後ね。
そうだね、攻撃できなかったね。まあとりあえず回復はしてるからのんびりやっていきますか。3ターン目だね。さあ渦巻き召喚6箇所はえぐいな。あーさらに増えたね。くるって回って単純でいいかな。うん、これでいいかな。特にボックボードはないからね。いやーパネルほとんどないもんな。まずジャンプでハンマー、さあ落としたでバチンと。さて痛い。さあ2ターン目とりあえずハンマーで叩きたいね。左グルーっていって亀は使わない。こうかな。いや流されるね、流されちゃうね。そしたらもう最初出だしこれだ。で危ない、無駄にするとこやった。さあキラハンマー多分使い切るかな。さあエクセレント、そしてもう一発すかしたすかしちゃった。いけー痛い。さあ避難しないと、土神様を呼びますか。こうかな、単純にね。うん。行きましょう。さあささっと行ってで土神様にお願いして、多分これで避難はできるんじゃないかな。ダメージは入らないだろうね。さあ敵のアクション耐えてヤッフーいやーナイスだね。やっぱこれだったか。で勝負はこのターンっていうわけだね。オンスイッチが奥にあるっていうのがなかなかクセモンだよね。だからこうさあね、あーそっか。そもそもオンスイッチを、そうです変えれたよ。でもうはいはい、あー
くったあら、3回じゃなかったか。じゃあとりあえず踏むしかない。いや、もったいないことしたな。あえてウェーブ受けた方がもうマシな気がするの。なんかそんな気がしてきた。横行って下行って、で、でいいかな。まあとりあえずスイッチだけ踏むだけ踏んで。さあ、回復優先でいきますか。次はまさか2回目失敗すると思わなかったな。それがね、流されてしまうって。これ動かして、で、3回になるんだよね。そうなるとね、そうなんだよね。そんなにアクションできなくなるからね。おお、危ない。ハンマーでいいかな。あ、踏めなかった。さあ16。で、2ターン目。ここで、あとは、こんなもんでいいかな。で、ハンマーで。さあ、あともうちょっと、自利品だけどね。次はちょっと受けてみようかな。これを、下げて、ぐるーって回って、ここ来るでしょ。で、こういう感じかな。とりあえず回復して一発って感じかな。ただ気になったのは、この状態でジャンプすると、あ、一応乗れるんだね。さあ敵のアクション、56。おお、ダメージが上がっていってたわけね。じゃあ神の手。
置いて下がるんでしょ。で神の手を置いて、特にもうないかな、こんな感じかな。ほい、じゃあ締めていきましょう。どこ持つ？ほう、叩く方。あ、これは発動してたら本当楽そうだったね。さあ、なんとかクリアでーす。いやー、やっぱ一つミスると全部崩れていくね。あ、水神様も書になった。イエーイ、ゲッチュー。さあ、水神の書。水神様強そうだね。どれどれ、ふむふむ。はあ、なるほど。あそこはこうやっておるのね。ふーん、そっか。ああして、こうして。水神様の降り方も分かっちゃいました。早速試してみます？試そっかね。おお、やっぱ強そう。どう、私、水神様みたいな DC お顔。ちょっと目のせいで。あ、お水、お水。お水、充填、120%。めっちゃ積んだね。もう、ちゃんと水が。さあ、これで元通りと。どう、お腹いっぱい吐き出しちゃいました。なんか言い方がな。この力があれば冷え上がった水も元通りタプタプにできますわ。イエーイ、これで水神様。いやー、ボス戦も苦手だね、相変わらず。まあでも面白いね。ほいっと。ということで、今回ここまでにしたいなと思います。まあまあ、ちょっとボス戦長引いてしまったんですが、クリアできればよしとしましょう。いやー、でも、ボス戦もその、なんだろうね、複数のやつ使ってっていうのはちょっと面白いね。あとはどうしても横回転はやるんだけど、縦の動きを忘れがちだから、そこも今後は意識してやって頑張っていきたいと思います。ということで、この後はね、また続きをやっていきますんで。また次回楽しみにしていただければと思います。ではここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ほんじゃあまたな。